日は高橋直樹投手、独特な、ね、サイド気味のアンダースローのピッチャーでございます。高橋直樹投手といえば日本ハム、そしてですね、こちらの映像にもございます。西武ライオンズ、いわゆるね、パ・リーグでね、活躍したのがね、すごく印象に残っておりますピッチャーです。本日はですね、この高橋直樹投手の足跡を振り返りながら、特にですね、ライオンズ時代のね、活躍、そしてね、日本ハム時代のね、お話をね、多くさせていただきたいと思います。高橋投手は大分県出身でですね、まあね、なんか見た目もね、スマートでね、メガネをかけてね、インテリっぽいわけなんですけどもね、やはりね、頭もよろしかったようでね、中学時代ね、大分県下でね、もしてね、26番目の成績を上げてですね、高校はね、津久見高校に進学されたわけですが、なんとね、津久見高校ね、トップの成績でね、合格されたわけなんですね。野球の方でね、3年生の夏の時には甲子園大会にも出場されております。そしてですね、早稲田大学に一般入試で入られたというか、まだね、学業優秀なところですよね。そしてね、大学自体はね、12社に登板、2勝のね、成績に終わったわけでございます。大学4年の時は、東映フライヤーズにドラフト3位指名されるもね、日本工科に進まれたわけなんですよ。そしてですね、まあね、それでもね、入ってくれということでね、ドラフトのね、交渉権をね、保留したままね、なんとね、翌年の10月10日にね、東映フライヤーズ入団するわけなんですよ。まあね、当時ね、ゆっくりね、休ませてね、投げさせてもらえるならね、やってみますと、まあご本人曰くね、体力がなかったというお話らしいんですがね、まあそれでね、日本工科から東映フライヤーズへ入団されることとなったわけでございます。ちなみにこちらの技は76年、ロッテのね、任意を指名し、をね、拒否してね、ミスター社会人として活躍されました前川選手でございます。そして入団1年目から13勝と活躍。そして、ね、高橋直樹投手、シュートをね、武器にされていたわけでね、当時のね、東映フライヤーズのね、セカンド大下、ショート大橋というね、この二遊間コンビがね、なかなか良かったわけでね、ゴロを打たせてね、取るという形だったわけなんですよね。まあそしてね、ご本人に、ね、体力がないというお話もされておりましたがね、まあ今みたいにね、先発中継ぎ抑えとね、分業制であればね、もっとね、勝てたんじゃないかなと言われておりますね。そして73年6月16日、当時のね、チーム名は新田コムフライヤーズだったわけですがね、近鉄戦でね、なんとノーヒットノーランを達成されたわけでございます。そしてですね、75年には自己最多の17勝を挙げてね、そこからですね、77年まで3年連続のね、2桁勝利を挙げられるわけでございます。ね、アンダーハンドなわけですから、やっぱりね、左バッター対策ということですね、外からね、曲げるね、こう、縦にね、曲がるね、カーブというものをね、習得されね、それがね、左バッターに有効だったということでね、この3年連続2桁、そしてね、17勝というね、成績につながったとご本人は言われております。私のね、記憶の中にもね、この頃がね、やっぱりね、高橋直樹っていう存在をね、こうインプットされた時代だったわけですよ。阪急山田、ロッテ村田ね、近鉄鈴木啓示、そしてライオンズのね、東尾と並んで、日本ハムのエースといえば高橋直樹だというね、認知度があった時代でしたね。そして79年にはトレードマークのね、ヒゲでね、なんと20勝を達成。そしてね、翌年もね、10勝を挙げたわけなんですがね、なんとね、80年のオフに江夏豊と投手とね、交換トレードでね、広島へ移籍することとなったわけでございます。広島移籍はですね、江夏の代わりにね、リリーフなんかもね、やったわけなんですがね、やはりね、先発完投型のエース、そこはね、なかなかね、うまくいかなかったわけで、ね、先発してもね、やはりね、こう代打と出されたりするわけでね、ちょっとね、リズムが狂ったりということでね、わずか2勝に終わりましてね、なんとね、翌80年シーズン途中に西武ライオンズへ移籍することとなったわけでございます。もう37歳ね、終わったと思われておりました高橋直樹投手、よほどね、パリーグの水が合うのかね、途中からなんですけどね、西武ライオンズで7勝のね、活躍をしてですね、その年の日本シリーズでもね、2試合に先発しております。そして翌83年は13勝3敗の成績でね、勝率は8割9分3厘でね、最高勝率のね、タイトルも獲得されたわけでございます。ではここからはですね、冒頭の1985年の日本シリーズのね、西武ライオンズ時代のね、ピッチングをね、見ていきたいと思います。こちら岡田をですね、サードゴロに打ち取ってますね。サードあれですね、ちなみに秋山浩二選手がまだね、サードを守っていた時代ですね。そして6番佐野を迎えましたね。このね、振りかぶってちょっとサイド気味やけどね、これアンダーでほどですよね。またですね、サード秋山のところにね、ボールが飛びましたね。これでね、3アウトチェンジでございます。この年はね、40歳なわけですからね、40歳で日本シリーズでね、登板されているわけでございます。対するね、タイガースはこちらのね、ゲイル投手が先発。そしてね、5番指名打者の片平に対して、これね、レフト前にヒットをね、打たれてしまうわけなんですよね。まあね、ちょっとね、この辺はね、今回おまけというところで。さあ、そしてね、肝心のね、高橋直樹投手のね、ピッチングにね、戻っていきたいと思います。対戦するバッターは真弓でございます。
真弓の当たり、サード秋山とって、あ、これちょっとやばそうね。あっと、これね、内野安打だったんですかね。なんかサード24番っていうのもね、なんか懐かしいですね。そして広田がこれ、あららららら、送りバント失敗でございます。進めることはできませんでしたが、ここで迎えるバッターは3番ランディ・バースですね。やはりここは一発があるわけですからね、高橋直樹と首都君ね、相手は左バッターということでね、気をつけたいところ、一発はね避けたいところですよね。おっとファールでね、これ逃げますよね。まあここはですね、高橋直樹と、そしてね、ランディ・バース選手とのね、このね、対決というものをね、ちょっとね、じっくり見ていきたいと思います。さあ、高橋直樹セットポジションか、アウトコースへ投げますよね。やっぱりあれですよね、うちにね攻めるというのはやはりね勇気がいりますしね、怖いじゃないですか。先ほどね、左バッターに対してね、外からねこう曲がるね、こう縦のねカーブというのが有効だったと言われておりましたからね、そういったものをねここでもね使えばいいんじゃないかなと、まあこれはね私は勝手に言っとるわけでございますが、さあ高橋直樹対投手とね、すいません、ちょっと買いましたね、ライオンズ。おっと、これはですね、アウトコースリーチが届くんですよね。見事レフトスタンドへホームランですね。阪神ファンがね沸き立ってますね。これ見逃せばボールじゃないですかね。ちょっと違う角度、これよく出ますね、これ。うん、ボールですよね。うわ、リーチ届いて、あれホームランなんですね。そしてこのオフね、巨人へね、なんとね移籍することとなったわけでございます。41歳でのね新天地ジャイアンツでのねピッチングはどうだったのでしょうか。さあ、ちょっとねこちらでね、ジャイアンツでの貴重な映像をね見てみたいと思います。新鮮ですね。バッター掛布に対しまして、見事にホームランを打たれちゃってますね。通算成績はと言いますとね、通算18年で493試合に登板、169勝158敗、13セーブ防御率 3.32 の成績を残されております。まあね、在籍期間はね、短かったとはいえですね、セリーグではね、169勝のうちわずか2勝ということでね、やはりね、パーリーグのね、水があったピッチャーだったのではないでしょうか。特にね、やっぱりね、日本ハムのね、エースとしてね活躍していた時代がやはり私の中では懐かしく思われますね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんがね、高橋直樹投手というのはね、珍しいね記録を持ってるんですよね。1974年のね近鉄戦ですね、先発いたしましてね、5イニングス投げて勝ち投手の権利を得てね、そしてですね、一度ねワンポイントということでね、三塁のね守備についた後ね、また投げてね、今度はねセーブがつく条件だったわけで、なんとね、1試合でね、勝利投手とね、セーブとね、両方をね、マークしたわけなんですよ。これはね、ちょっと変だということでね、翌年からね、ちょっとルールが改正されましてね、もうそういうことはなくなったわけなんでね、史上唯一のね、勝利とね、セーブがね、同じね、同一試合でね、ついたピッチャーだったわけでございます。本日は日本ハムファイターズのエース、高橋直樹投手でございました。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。では、